ピエモンテ公の紋章。ピエモンテ公は、サボヤ家がピエモンテを統治した際に用いた称号で、あったが、後には、大いの法廷推定相続人の称号となった。ピエモンテは、元来、サボヤ家が統治するサボヤ白国が領主として、統治した、付属領であり、その支配は、トンバーゾ一世に始まる。ピエモンテ領主の地位はその次男である、 フランドル・ハクトン・マーズを2世に始まるサボヤ・ピエモンテ家、さらにその分家である、サボヤ・アカイア家とサボヤ家の分家が世襲することとなった。1418年にルドビー・コディ、サボヤ・アカイアが死死を残すことなく母子で、アカイア家が断絶すると、すでに、サボヤ本家を継承していた、ピエモンテ家のアメデオ八世が、ピエモンテ領主の地位を継承することとなった。それに先立つ二年前に、 アメデオ8世は自身をサボヤ公に昇着させることに成功していたことから、これを受けてピエモンテの方も公へと昇格することとなった。1720年にビットーリオ・アメデオ公子がサルデーニャ王号を獲得すると、ピエモンテ公はその法廷推定相続人の称号となった。法廷推定相続人としての最初のピエモンテ公を用いたのが、 ビットーリオ・アメデオ公使である。この慣習は1863年にビットーリオ・イマヌエーレ2世がイタリア半島を統一して初代イタリア国王になった時も継承されることとなった。ピエモンテコンはイギリスにおけるプリンス・オブ・ウェールズと同じくイタリア王大使と同義語となったのである。ありがとうございます。